あの煙どう見る、夕霧。ドマ古式の呪し信号と見て間違いないかと。自らを停戦の使者と示すものです。ですが本気でしょうか。さて、わからんな。ともあれ、こちらの流儀で話そうという相手を問答無用で叩き落とすわけにもいくまい。ドマは礼節を知らん国ではないからな。ならば私が応じて様子を伺いましょう。それには及ばん。あちらの望み通り正々堂々相対すとしよう。それにわしは興味がある。わざわざ古風にものろしをあげて見せた相手にな。は、出過ぎたことを申しました。では受け入れる旨ののろしをあげましょう。これはこれは、ドマの若君御自らお出迎えいただけるとは。停戦の使者となれば相応の礼節をもって応じるのが筋というもの。そうだろう、帝国の。失礼いたしました。私の名はアサヒサス・ベルテス。帝都より大使として派遣されてまいりました。アサヒ、苗売家の嫡男、四つゆの弟です。おや、私のことをご存知とは。さすがは音に聞こえし霧隠れの忍びさん、諜報員としても一流でいらっしゃる。確かに前代理総督の四つゆは私の姉です。ですが私は苛烈な圧政を敷いてきた彼女とは違う。戦うためではなく戦いを止めるために来たのです。私は帝国の属州政策を内側から変えるため、ここにいるマキシマラ民衆派の同志たちと活動を続けてきました。そしてその活動を認めてくださったバリス帝により全権大使の任を与えられ派遣されてきたのです。ドマと和平交渉をするために。はい、分かった。これ以上は立ち話でする内容でもあるまい。貴殿らを客人として我が館に招こう。ドマ町人地までご同行願いたい。もちろん喜んで。こたびはお招きに預かり恐悦至極。ドマの若君ヒエン様におかれましては。よい、堅苦しい挨拶は抜きとしよう。貴殿は全権大使として和平交渉に来たそうだな。わしの思い違いでなければ、和平交渉とは戦をしておる国同士が平和を取り戻すために行うもの。帰国の皇帝はドマを独立国と認めておらぬと理解していたが。仰せの通りです。ですがバリス帝にはドマの独立を認め
誘報として扱う用意があります。ガレマール帝国はこれまで国父たるソルテイの意志のもと領土を拡大し続けてきましたが、その是非をここで論じても仕方がないでしょう。ただしソルテイが掲げた万神討滅という国是についてはいかがでしょうか。星の命を蝕む万神は決して許容できない。その共通項をもって手を取り合うことはできないか。現在帝位にあるバリステイはそうお考えなのです。万神召喚には決して手を染めず、また鉱人族が下ろした万神を抑え込むと確約いただければ、ドマを誘報として偶するというのがこちらの提案です。ドマのために神下ろしの意思はない。鉱人族が召喚したという万神スサノオに関しても、民の脅威とあらば言われずとも対処はしてみせようが、鉱人族とて己が領域を侵される心配がなければ万神を呼びはせなんだろう。現に攻撃界が荒れるまで彼らは神下ろしを行ってこなかった。今なお攻撃界に兵を送り込み騒乱を引き起こすどこかの国が考えを改めぬ限り、完全な封じ込めなどできようはずもない。痛いところを突かれますね。万神を否定する帝国の行いが万神召喚を引き起こしている、この皮肉な矛盾についてはそちらにおられるエオルゼアの方々もよくご存知のはず。確かに万神召喚とは多くの場合、外圧を受けた弱小勢力が神に救いを求めることに起因します。アラミゴにおける万神召喚も帝国軍の行動の結果でありました。悲しいことです。万神召喚を止めたいのであれば武力と差別ではなく融和と平等をもたらすべきなのに。私たち民衆派はこうした理念に基づきバリステイに属州政策の転換を進言し続けてきました。そしてこの言葉を皇帝陛下が聞き入れてくださったのです。しかし生粋のガレアン族を主体とする先民主義者たち、抜族派が力を持っていることもまた事実です。今回ドマ代理総督の捜索を名目に攻撃界に部隊を派遣したのも彼ら抜族派でして、二度とこのようなことがないよう私も尽力するつもりです。ぜひともそうしてもらいたいものだな。だが帝国内が対立する二派で分裂しているのであれば、和平交渉とやらの効力も疑わざるを得ん。こちらとしても簡単には信じていただけないと理解しています。そこで信頼関係の構築のためにも提案したいのが捕虜交換です。お？こちら側からは帝国統治下で徴兵したドマ出身の徴用兵を、ドマ側からは先の戦いで捕らえた帝国軍将兵をそれぞれ引き渡して交換するのです。もちろんこの捕虜交換については代理総督であった姉も対象に含まれることになりますが。四つゆか、なぜわしらが彼女の身柄を確保していると？この件で馬鹿し合いをするつもりはありませんよ。交渉は素早く進めましょう。武力に頼ろうとする抜族派を黙らせるためにも、
対話による姉の返還を実現したいというのが私の本音です。もちろん弟として姉を思う気持ちもありますが。率直に物を言う男だ。ならばこちらも本音を言うが、一向に値する提案だとわしも思うが、考える時間はもらいたいものだな。もちろんです。お答えが出るまでドマに留まっても。認めよう。交渉の期間中、貴殿らはドマの客人だ。ユギリ、案内役として同行せよ。何人たりとも大使殿らに害をなさぬようにな。お心遣い感謝いたします、ヒエン様。では良き答えがいただけるのをお待ちしていますよ。